ドバタシネマ。こんにちは。こんにちは。始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督浦上博康と土屋十勝による映画について勝手におしゃべりする番組です。今回は第51号放送です。村上博康監督のあなたのお見取りについて語ります。この番組は近作各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなども見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。今日はその前回の伊丹十三監督のお葬式の番外編という枠組みで、村上博康監督のあなたのお見取りについて語っていこうと思います。はい、すいませんね、なんか宣伝、なんで今日宣伝なんですけど、恐縮しないでいいですよ。ね、でも古今東西の傑作名作かちょっとまだわからないんですけど、ね、いや、なり得ると私も思いますけどね。で、まあ映画作るとね、特にドキュメンタリー作ると大体聞かれることを聞きますけど、はい、なぜこれを作ろうと思われたのかということですね。はい、はい、まあこの映画は、うん、まあ、私の、あの仙台に、宮城県の仙台市に住んでいる、父と母を描いたドキュメンタリー作品なんですけど、まあ、私の父はですね、2019年に胆管癌という癌になってですね、その時手術したんですけども、まあ、高齢だっていうこともあって、まあ、全部摘出できなかったんですね。で、先生からは、持って長くて3年だって言われたんですけど、まあ、でもそれでも 4年生き延びてくれたんですけど、うんうん、まあ、そういうことがあって、で、まあ、2022年ぐらいからですね、やっぱり体調が悪くなって入退院を繰り返していたんですけど、まあ、病院としてはもう手術もできないし、まあ、手の施しようがないんで、うんうん、あとは本人の意思を聞いて自宅に戻られたらどうですか、あるいはホスピスっていうね、最後ほら、末期の人をこう見取る病棟もあるんで、 そっちに行くか、ご家族で決めてくださいってことで、で、まあ、母が父に聞いたら、やっぱり父はうちにも帰りたいっていうことで、もうご自身の意思をちゃんと言われた、ね、だから、ちょうど去年の2013年の今ぐらい、6月から7月にかけて、母が父を自宅でこう見取ったんです。まあ、結果的に6週間あったんですけど、その間の過程をですね、記録したのが、あなたのお見取りと私の今度の新作なんですけど、で、これ なんでですね、この映画撮ろうかと思ったら、うん、まあ、とりあえず僕長男で、まあ、こういう仕事、フリーの仕事をしてるんで、一番こう動けるのは自分なんですね。時間が、まあ、都合がつけれると、うん、やっぱり母も一人で、まあ、もちろん自宅で介護するにあたってはヘルパーさんとかね、あと在宅医療ですね、看護師さんとかお医者さんにも週に何回か来てもらって見てもらうんですけど、やっぱり母一人だとどうしても心細いし、うん、まあ、何かと雑用もあるんで、まあ、僕が行ったり来たりしてたんですよ、東京と仙台、うんうんうん、でもやっぱり介護ってね、うん、やっぱり介護される、つまり父をどう介護するかをめぐって家族でやっぱり揉めることってあるんですよ。些細なことでやっぱり喧嘩するんですよ、うん、で、僕はね、母にすごく似てて、母も僕も我が強い、推しが強い、頑固、うん、短気、そういうのがあってですね、似てるから、ぶつかっちゃうの？しょっちゅう喧嘩になるわけですよ。で、僕も母も高齢だし、喧嘩したくないんだけど、うん、どうしてもそうなってしまうんですね。うん、で、だから、だんだんね、こう仙台に帰るのが、億劫になってきて、うん、まあ、楽しい用事で帰るわけじゃないですから、まあね、そもそも、ね。だんだん弱っていくお父さん、うん、まあ、いるわけだもんね。もうね、死が近い、父の死が近いのも分かってるわけです。うん、じゃあ、どうやったら、この父の介護の手伝いをもっと積極的に取り組めるかなって思ったときに、あ、じゃあちょっと撮影してみようかなと思ったんですよ。だからその時は別に映画にしようなんて思ってないんですよ。まだ思ってない。撮影することで少しでもなんか積極的になんかこう、介護にこう参加できるかなと思って撮ってみたんですね。うん、ところがですね、カメラを回したらですね、回してみる、うん、で、その前まではね、カメラを回す前まではヘルパーさんとかお医者さんとかね、看護師さんが来たりしても邪魔になるしね、狭い、うちの、父の介護ベッドが置いてあるの6畳、今ですから、うちの6畳一間で、もう狭いから、あえて立ち会ってなかったんですよ、母に任せて。じゃあ、隣の部屋にいたりとか、うんうん、と出かけたり、買い物に行ったりして、わざと席を外してたりして、まあ、そんな様子は聞きますよ、その後、母と聞くんだけど、うん、その介護の現場、実際の現場は、あんまり見てなかったんですよ。ところがやっぱり撮影になると、そういうところで撮るじゃないですか。うん、で、そうして撮り始めたら、途端にですね、
ガラッと意識が変わりましたね、うんうん、あこれはもう映画になるなと思ったんですよ、うん、それは何かっていうとその介護にね携わるヘルパーさんとか看護師さんとかの話を聞いてるうちにこの今の日本 この高齢化社会のさまざまな問題老老介護とかあるいはその何だろう老人をこう詐欺しようとオレオレ詐欺とかいうのあるんじゃないですか電話かかってきて、うんうん、そういうのがねうちのこの狭い茶の間からものすごくそういうことが見えてきたんですね。あれこれ親父のこのと母のこの看取りを取ることでなんかものすごく広いなんかものが見えてくるかもしれない。そう思ったらもうものすごくねもう撮影っていうかねまあ本当そうなるとほらうちが撮影現場でしょ、うんうん、だから24時間撮影ってことになるんですよ。大変じゃないですか。あの普通のドキュメンタリーだったら、うん、会社の人ところに行って取材してうち、ん、に帰ってきたら、うん、それはもうあとプライベートの時間ですけど、うんねうん、もう一切24時間撮影何が起こるかわからない。そうなんです。夜中にご体調が変わるかもしれない。そうなんです、うんうん、でそういうのも撮りましたし、うんうん、だからそうなるとねもうねうかうかしてられないんですよ酒飲んでる場合じゃないねそうですね、まあ、そういうことで、まあ、撮り始めたんですね、うんでね、僕もまあ、あらへん集の段階から拝見しましたけど最初にやっぱり驚いたのは撮影者である村上さんが感情あんのかこの人ってぐらいにすごく冷静にでこういう死に向かうお父さんを見てて何も泣き声もなんか鼻をする音も聞こえないから本当にお父さんのこと嫌いだったのかななんかいろんなこと想像しちゃう、ね、しちゃいましたよ最初ね、うん、なんでこんな冷酷に見えちゃったんです最初ねなんでこんなにクールに撮れてるのかななんて思っちゃいましたね。これはですね、うんまあ、僕そうやってこの映画を撮り始めた時にそういうこの親父の介護から何か今の日本が抱える問題が見えてくるっていうことともう一つ思ったのは、人間が死んでいく様を身近でまず見る機会があんまりないでしょ、うん、今多くの人が施設とか病院で亡くなるって、うん、あの家族でもその死に立ち会えないじゃないですか、うん、でこれは貴重な機会だと思ったんですね。人間が死んでいくあのっていう場にこれは立ち会える。だったらこれはそれをつぶさに取ろうと思ったんですよ。これは自分の親だけど、まあ、言葉は悪いけど、うん、ある種のサンプルとしてね、うん、人間が死んでいくそしてそれを見送るそれどういうことなんだろうっていうことを、うちの父と母をモデルにしてできるだけつぶさに取ろうと思ったんですよ。だからそういう意味ではすごくこう客観的に冷静に見つめよう、うん、でやっぱりだからそのまあそうは言ってもね親父が死ぬっていうことに死んでいく親父を取るっていうことに抵抗がないわけじゃなかったんですよ、うん、まず父がどう思うかっていうことは非常に重要じゃないですか。お父様にじゃあ確認されたんですか。ね、うん、まずね何も言わないでカメラ向けてみたんですよ。それは父と母があのご飯食べてる。あそう。母はいつもね立ってねベッドの脇で、うん、あの父と一緒にご飯食べるんだけどそのシーンから撮り始めたんですよ。で何か言われるかなと思ったら、うん、父は全くチラッとカメラ見ましたけど、うん、その時は父も喋れたんだよ、うんうん、普通にコミュニケーションできたんだけど、うんうん、全く何も言わなかったんですよ。で母は母で あお父さん広安が撮ってくれてるよいいじゃんこれお父さん映画になるかもしれないよそしたらお父さん映画スターだよなんつってお母さん調子いいんだ母はね乗り気になってきてるんですよね。で以後も父に、うん、あの結局ね最後まで父は撮ることに対して何にも言わなかったんで、まあ、それでもう僕はもう受け入れてくれたと思って、うんうんうん、あのまあ父も母ももちろん僕ドキュメンタリー撮ってるのがあって僕の作品も見てくれてたんで、うんうん、まあこれは最後にね父がね息子に許した甘やかしじゃないけど、プレゼントだね、うんうん、あの息子のわがままを聞いて撮らせてくれたのかなというふうに思いましたね。だから本当に徹底的に撮りました、はい、試写も始まってるようですけどご感想とかどうですか。あそうですねこれね、うんまあ、その父が死にゆくのをつぶさに撮るって言ったから、うん、すごくあの悲惨で悲しい映画かと思われるんですけど、うん、全くそんなことないんですよ。この映画涙一滴も出てきません。で試写会場では、うん、もう笑いが絶えなかったです。これはなんでこの映画、うん、その笑える映画になったかというと、そう、ねうん、自分で言うのもなんですけど、うん、うちの母が面白かったんですね。お母さんが面白い、うんうん、どんなところで笑いが起きてました。やっぱりこの、まあ、父と母は共働きだったんですよ。母も働き、父は、ね、小学校の先生で、母は、うん宮城県 の、県職員で福祉施設の職員だったんです。知的障害者の子どもの施設とか、あと少年院一歩手前の児童相談所とか、ね、そういうところの職員で共働きでお互い忙しかったからね、うん、
とにかく喧嘩ばかりしてる夫婦だったんですよ。決して仲のいい夫婦じゃなかった。一緒にいる時は喧嘩が絶えない、うん、それは息子としてその絵を見てきた、うんうん、見てきた、ね、そしてね、うん、だからあの母はもちろん父のね、あの見取りすごく一生懸命献身的にやるんだけど、うん、その一方で、うん、まあ父の悪口をかけて結構言ったりするみたいな、まあ、うちの父結構頭髪がもうなくてですね、うん、ないスキンヘッドなんですけど、うんうん、なんかそういうことをディスったりですね、ディスってそうだったっけあと映画に出てきたよね、多分カツラもあって出てきたよね、うんうん、そうそういうね、あのハゲネタをねいろいろ言ったりねハゲネタ、まあ、あの死んでからもねいろいろねあの文句言ったりしてね、うん、そういうところがなんか本当に、うん、あのヒューマニズムに流れるんじゃなくて、うん、なんか夫婦の本音ですよね、うん、60年連れ添った夫婦ってもう愛情で結ばれてるわけじゃないですよ、まあいいことも悪いこともいろいろあるよね、うん、それはね。で母は言ってましたけど、うん、私なんでお父さんの介護を一生懸命やるかっていうと、うん、これは今の私に与えられた仕事だと思うから一生懸命やってたって言ってたんで、うんうん、まあ、そういうなんか、まあ、あの愛とかね、そういうものを超えた縁ですよね、人と人との結びつき縁みたいなのをこうあの中心に捉えてるんで、あの笑いが絶えなかったんじゃないか、まあ、本当にね僕もね実はね本当楽しく撮ったんですよ、うん、僕今までね、8本ぐらいドキュメンタリー撮ってるんですけど、もしかしたら一番楽しく撮ったかもしれません。なぜでしょうね、それはなんでかっていうと、うん、もちろん親父が死んでいくのは悲しいんだけども、うん、それは避けられないし分かってるし、誰しもね、うん、で死ぬまで撮るっていうのはもうこの映画の終点だって分かってるわけですね、うん、そうするとやっぱりそのどれだけ限られた時間の中であの濃密なものを撮れていくかっていう、この撮るべきものが分かるし、あ、これ撮ってることの意味も分かるんですね。そうするとやっぱりものすごく実感がある。で、この撮ってる間にいろんなこと起きるんですよ、うん、あの親父もあのその日によって体調の波があったり、実は母も途中でちょっと具合悪くなったりするんですけど、うんうん、でもそういうことが起きてもですね、映画に撮ってると不謹慎ですけど、うん、あ、これは1エピソードになるなとかですね、展開が生まれたとか思っちゃうやっぱりね、この現実をやっぱり映画ドキュメンタリー制作ってある創作の中で一種フィクション化していって、これ作品の中でこう現実をこうまとめていくっていうふうになるんで、だから父が死んでもですね、この映画をその後作らなきゃいけないっていうことがあるんで、どうやったらこの映画をあの面白い映画にしていけるだろうかっていうこと、編集の段階の話も常に考えてる、うん、仕上げのことも考えてるし、うん、あとやっぱり追加撮影もしたんですよ、うん、やっぱりこれどうしても撮れなかった部分は、父親の死後に母にこう改めて話を聞いたりとか、うん、あとすごく僕が あのこだわったのは、母がね、あのすごく母の趣味って、うちってもうすごく小さい庭があるんですけど、そこに母がいろんな花を植えて、その花の植木の手入れをするのが母の趣味なんですけど、うんうん、その小さな庭にいろんな生き物がいるんですよ、虫とか。これ出てきますね、映画にね、うんうんうん、でその虫たちの生き物たちの生態もできるだけ一生懸命撮ろうと思って、何しろ僕カニの映画を撮ってる人間なんでまあお手の物って言ったらお手の物なんですけどつまりその父がね死んでいくその、あの日常の中で、うん、対比するように生命の営みっていうのが そこでも生としては繰り返されてるんですよ、お庭ではね、生き物がいっぱい、うん、だからその単なるあの人間の死を描くだけじゃなくて、もっと大きな生命としての死生観みたいなのを象徴的に描けないかなと思って、だから庭の撮影も大変だったんですよ結構ね、うん、だから本当にね朝早く起きて、まずね、あ、夏だったから4時ぐらいから明るいんですよ、まず庭を暑くなる前に撮って、で8時ぐらいになるとヘルパーさんが来るんで、今度ヘルパーさんとか、ね、来るの待ち構えてるよね、撮ってって、うんうん、まあ、本当にねずっとね、忙しいね。でもね、なんかすごくね自分としてはあの実感のある撮影になって、うん、なんか不謹慎だけど本当に楽しかったんですよね。その楽しさが伝わる映画になっていると思います。ではあなたのお見取りについて改めて、ご紹介ください。はい、ですね、あなたのお見取り、今までお話ししたように私の両親の見取りについてのドキュメンタリーです。まあ、この試写会でもですね、いろんな方々からあのお声いただいたんですけど、まあ、私としてはですね、本当にこ あの全然暗くない映画なんで、本当明るい作品なんで、でもあの本当にこの、まあ、両親の、私の両親の見取りの記録ではあるんですけど、まあ、これからですね、どんな人でも見取り見取られるっていう、うん、まあ、人間絶対死は避けられない、生きてる限り死は訪れますそういったあるこう人間が死にゆく時のですね、一つの、まあ、サンプルというかですね、まあ、シュビレーションと言ってもいいかもしれないんですけど、そういう意味でも、まあ、この映画を見て
お役立ていただければいいなと思います。はい、9月からですね、ポレポレ東中野、東京のポレポレ東中野を、皮切りに、全国で公開していく予定です。こういうテーマでほとんど涙が出ないカラッとした映画だと思います。ぜひご覧ください。次回は、はい、それでですね、まあね、ちょっとね、お葬式から番外編で私の映画入れさせてもらったんですけど、まあ、あくまでもお葬式から次にの映画につなぐということで、うん、はい、痛み十三はですね、モノンクルっていうですね、雑誌を編集してたんですね。まあ、これ精神分析をテーマにした雑誌なんですけど、このモノンクルっていうのはフランス語で僕のおじさんっていう意味なんです。それはもちろんジャックたちの僕のおじさんから取っているんですね。なるほどね。ですので、次回はジャックたちの僕のおじさんを取り上げたいと思います。はい、楽しみに。